共同通信鈴木です。長崎や香川や和歌山などですね、最近地方議員の離党が相次いでいることについて伺いますけれども、でこの中で、その離党された方の中にはですね、まあ、維新の当然の身を切る改革ですね、に反発して離党されるって方もまあ散見されるようですけれども、こういった状況をどうご覧になっているかとですね、まあ、そもそもその、まあ、党是である身を切る改革に反発するような方が、そもそもなぜ当選さ、あの、維新に入って当選されたのかということについての受け止めをお伺いします。今、厳しいご意見いただいて、まあ、おっしゃる通りだと思います。まず、そもそも我々は身を切る改革は改革のスタート地点として、前提としてですね、実際にそれを議会で訴えること、それからそれが実現するまでは、まあ、それ相当の報酬削減を自分たちの、まあ、寄付という形でですね、自発的にやるということを全特別党員に求めています。で、実際にですね、まあ、これは誰がどうとかっていうのはちょっとここでは控えますが、離党された方の中には、なんでそんなやらなあかんのという、そういう根本論からですね、覆すような、まあ、ご意見や、まあ、そういう、まあ、愚痴みたいなものを、まあ、かなり公で言われる方もいらっしゃるというふうに、私も聞くし、そういう報告も受けます。で、正直ですね、そういうちょっと根本的なところの心合わせができない方は、私はやめていただいたらいいと思っているので、それはひとえに僕らの、まあ、いわゆる選考時点でそういう人と見抜けなかったのかという言われれば、それはもう反省すべきところでありますが、まあ、一方で多く議員が増えたことで、まあ、そういうですね、ちょっと勘違いした方がいらっしゃった場合は、私たちは厳しく対処するということで責任を果たしたいというふうにまず思います。それから今挙げていただいたような、まあ、和歌山、それから香川、長崎といったところは、確かに離党届や、まあ、離党の受理をした方もいらっしゃいます。で、これについては長崎は結構報道も出てて、まあ、いわゆるパワハラが執行部からあったんじゃないかということを、まあ、記事にも出てましたね。で、私もそれは報告書をいただいたり、または当事者からもお話を聞いてますけれども、何かあそこに出てて話がこう、なんていうのかな、この拡散されているようなひどい執行部の運営がされていたという認識は私はしてないです。むしろ、まあ、真摯にやっていた方だというふうに思いますし、長崎の総支部の代表は選対本部から井上代議士に入っていただいて、何度も足を運び、またはこのいざこざがあれば仲裁するということもやってまいりました。で、まあ、ここからは一般論としてでありますけれども、まあ、やっぱり公選法をしっかりと遵守する、で、してなかったそれをちゃんと指導する、で、その指導の言い方がですね、まあ、最初は丁寧だったけども何とも聞かなかったから厳しく言う、まあ、その口調が、まあ、少しきつく聞こえてパワハラだとかセクハラだとか、まあ、そういうふうに言われてしまうみたいな、かなりこうナイーブな問題でですね、で、我々のガバナンス側もそういうことをやっぱり気をつけた上で指導していくということはやっぱり必要だと思うし、でも一方で、じゃあそういう候補者が、いや、なんかなんていうかな、自由にさせてもうむちゃくちゃになるのがいいのかというと、そうでもないので、私は厳しい指導は必要だという立場です。まあ、ですから、それが逸脱しているかどうかっていうのがガバナンスが効いているか効いてないかの判断基準だと思うので、私は今挙げたような事案については、全て、ガバナンスが正当にワークしている範疇内だと判断してます。現時点では、今上がってきている方向の時点では、はい、ちょっとあれですけど、我々も一回我々 の、 その公認で出てですね、身を切る改革を約束したというのは、政党としてもそうだけれども、議員としても公約として有権者にお約束をしているわけなんですね。だから離党されても私らは やるべきだと思ってるんですね。その身を切る改革の自主的な返納だったり寄付ということを。で、今までの過去の事例でいうと、辞めた人ほとんどやりません。で、それって人として議員としてどうなのかっていうことですよね。だから、もしお辞めになられて、別にどっちが悪いって言うつもりないんです。我々と考えが合わなかったというんで、まあ、お辞めに離党されるっていうのは、別にそれはその時々の選択だから、その議員に、有権者に対しては申し訳ないけど、議員を糾弾し続けるつもりは私はないんですが、でも身を切る改革は約束したんだから、まあ、それを懐に入れてるのかどうかっていうのは、皆さんからもチェックしていただいて、4年間やっているかっていうのは見ていただけたらと思います。ほとんどの人がやらないんで、それは私は審議則違反だというふうに思うので、まあ、ぜひ厳しく見ていただけたらと思います。産経新聞の松本です。先ほどの離党者の問題について関連してお伺いします。
幹事長、今おっしゃられたように、党の理念を理解してないような人を、候補にしてしまったという事例を受けて、今後、選考方法の見直しなどをお考えがあればお聞かせください。あの選考の方法について、今現時点のものが何か瑕疵があるとか、大幅に良くない流れになってしまっているという認識はないです。あのそれはやっぱり個別事例事例で、あのやっぱりどこまで丁寧にやってもそういう人が出る可能性もあるし、あの意外にあのスムーズにすごくあの選考が終えてですね、短期間で終わった方でも非常に優秀な方もいるので、これは本当に我々のそのいわゆる選考する能力を上げていくしかないし、でまたそれがこの実際に候補者になり議員になった時にですね、あの身内仲間としてしっかりとアドバイスや、ある時は指導というのをできていける体制を強化していくということかなというふうに思います。今選考はあの地方議員さんについてはあの基本的には総支部で、総支部で賄えない時は選対本部がサポートしてですね、複数回複数名で選考をやっておりますので、引き続きその精度を上げていくということかなというふうに思います。